こんばんは。4月25日金曜日、大学ロット TV ユーストリームチャンネル、 MC は日本女子大学3年の黒田由紀と学習大学2年矢島直也がお送りいたします。本日の企画はピックアップ大学生、題して学生気象予報士の実態に迫るをお送りいたします。番組前半ではその活動について、後半では私生活についてお聞きしたいと思います。それでは本日のゲストの紹介をしたいと思います。慶応義塾大学経済学部3年、田中千翔さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ゲストへの質問やメッセージがある方はぜひ気軽にコメントしてください。コメントする際はユーストリーム右側にあるソーシャルストリームというところにチェックインしていただいて、そこからコメントをお願いします。またはハッシュタグ大学 TV を半角で入力して投稿してください。放送終了予定時刻はだいたい21時40分頃を予定しています。最後まで皆さんお付き合いください。それではゲストの方に自己紹介をお願いしたいと思います。お願いします。はい、慶応義塾大学経済学部3年生の気象予報士の田中千翔と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それでは田中さんの行っている活動について伺っていきたいと思います。はい、気象予報士について詳しく教えていただけますか。はい、はい、気象予報士って、今から20年ぐらい前にできた国家資格なんですけれども、まあ、昔は気象予報士って資格がなかった頃から今にかけて、だんだんツイッターとかでどんどん情報が流れるようになって、まあ、気象の情報ってすごい大事な情報なので、下手に流れるのを防ぐって目的で、ちゃんと気象のデータを使える人を育てようって目的でできたのがこの気象予報士という国家資格で、まあ、今ではだいたい9000人ぐらい受かってる年2回の試験ですね。はい、私気象予報士についてあまり詳しくないんですけれども、はい、気象予報士といえばやはり吉住さんというイメージがちょっと強いんですけど、はい、なるほど、眉毛の方ですね。はい、そうですね、はい、吉住さん実は僕と同じ慶応経済に通ってらした方で、まあ、OB なんですけど、ね、後輩、じゃあ後輩に当たるんですね。はい、完全に後輩で、まあ、でもお会いしたことなくていつかお会いしたいんですけれども、すごい落ち着きないところとか似てて若干近いものを感じているんですけれども、はい、そうなんですね。はい、でもいつか機会がありそうですね。そう、ちょっともう本当に吉住さんぜひ見てください。お願いします。お願いします。はい、気象予報士の資格の他に防災士の資格を持っていらっしゃるということで、はいはい、ちょっと防災士についても私ちょっと知識がないんですけれども、少し教えていただけますか。はい、防災士は気象予報士と違って、気象予報士は国家資格なんですけれども、防災士は民間の資格で、そうですね、気象予報士って気象の専門ですけど、防災については全く詳しくはなくて、本来は、で防災士っていうのはもう防災を専門に、もしも、まあ、この間の大震災の時のように何か大きな震災とかがあった時に率先して人々をまとめていけるようなリーダーを育成しようっていうことが目的で作られた資格なので、まあ、ちょっと性質は違う資格ですね。でも資格といいますと、やはり取るのが、取得が困難というイメージがあるんですけれども、まあ、はい、どのくらい難しいんですか。正直に言うと防災士は全然難しくはなくて、しっかり研修を受けて、まあ、研修の内容の確認テストを受ければ受かっちゃう試験なんですけれども、気象予報士は、まあ、そこそこ大変な部分はあって、合格率は今4-5%、まあ、20人に1人受かるか受からないかって言われてるぐらいで、そうですね、まあ、僕はラッキーなことに7、8ヶ月で受かることができたんですけれども、本当にたまたま良かったんですけれども、12、3回とか受けられている方々いたりとか、それもなんか試験の常連みたいな方はいます。はい、とても難しいですね、やはり。まあ、でも他の国家資格に比べると簡単かもしれないです。はい、いつ頃その資格っていうのを取られたんですか。資格を取ったのは高校2年生だから16歳の時ですね。私、はい、16歳の頃なんて何も考えてなかったですね。そんな、それは結構はい、何かその、親戚の中でそういう方がいらっしゃるとかいうわけではなく、はい、そうですね、予報士を取ったのはすごい本当に些細なきっかけなんですけれども、高校1年生の時に僕体育祭の委員長をやってまして、それでずっと10ヶ月ぐらい、結構学校が生徒にそのまま準備をさせる学校で、先生何も絡まなかったので、もう10ヶ月必死に生徒だけで準備してたら、前日になって雨の予報が出てきて、で突然先生側から中止って言われちゃって、
一言でもう申し訳ないけど降水確率 90% だからって言われちゃって、 90% はかなり高確かに、ね、雨マークしかついてなくてまあ無理かなってなってたんですけど、うん、で中止になった次の日起きたら晴れてて、あ、なんてこと、はい、あまりにムカついて、で次の年はもう先生たちに予想させるんではなくて俺がやってやるってことで1年以内に頑張って取ってってことで予報士を目指しました。すごいですね、それがきっかけということで、それだけなんですけれども、はい、でも実行に移されたということですごい、まあ、すごいですね。いやいや、モチベーションを保つのはそれはそれで大変ではあったんですけれども、はい、防災士と気象予報士の資格2つ取られてるんです、はい、そうですけども、どちらがこうどちらが本当に どのくらいの期間かけて勉強されたんですか。まあ、勉強の期間はもう防災士は研修2日間受けてその前に予習数日して、うん、でその日試験受けて気づいたら受かってたっていう。気づいたら、はい、まあ、その日にもう合格かどうかは、まあ、テストの結果的には分かってて、で、まあ、通知が1ヶ月後ぐらいに送られてきてっていう形で防災士は分かって、で予報士はそうですね、高1の12月ぐらいに勉強を始めて、最終的に受かったのが高2の8月の試験なので、はい、それくらいかけました、ね、受験勉強とか大学入試の受験勉強とかとも並立して勉強してます、そうですね、高2の8月って言っても本当は受験勉強しないといけない頃だと思うんですけど、あんましてなくて、で高2の8月に、まあ、受けて10月に合格発表分かって受かったら今度文化祭の準備してまして、アクティブですね、よっぽど暇だったんでしょうねで文化祭の準備で、文化祭6月、まあ、震災の影響もあって6月に延期されちゃって、要は高3の6月までその関係やってて、なので受験勉強始まったのは高3の夏なので、まあ、あんまり影響はなく気象予報士は普通にひたすら勉強することができました。なるほど、資格を取得するときに、はい、他の資格ですってやっぱりお金が必要になってくると思うんですけれども、そうですね、やっぱりこの2つの資格にもお金が費用はかかるんですかね。そうですね、気象予報士は人によるんですけれども、なんか動画のひたすら DVD とか送られてくるスクールとかだと20万とか下手すると言ってしまって、20万本当にありえないほど高いんですけれども、僕は3つ試験があるんですね、タイプが。でうち2つは普通の勉強教材でやったのでそんなにお金かかってなくて、最後の天気図を使う実技試験っていうのがあるんですけれども、それだけは通信講座を使ってだいたい5万円ぐらいですね。それはまだ高校生だったのもあって親に出していただいたんですけど、そうですね、はい、高校生の5万円は結構高いですもんね。厳しいですね、はい、でも防災士は、研修の学割があるので3万5千円ぐらいだったので、もうそれは大学生だったのでバイト代で、はい、3万5千円は出せましたね、はい。じゃあもしかしたら防災士の資格私たちも取れるかもしれない。全然、なるほど、はい、ぜひぜひ頑張ってみる価値があるかもしれない、はい、ということで、天気予報士として、天気予報士そして防災士として今どのような活動をされているんですか、はい、そうですね、気象予報士の活動は、まあ、大学受験の影響もあったので大学生になってから本格的に始めたんですけれども、普段は、例えば気象庁の方から、ですね、講演の依頼をいただきまして、市民の方々とかに公民館とかで防災の授業を、例えば局地的大雨、ゲリラ豪雨と呼ばれる大雨とかから身を守るためにとか、あと竜巻の話とか雷の話とか、そういう気象のテーマを主にしてお話をさせていただいてます、はい、オファーというものは気象庁から来る、まあ、気象庁と、はい、その地方の気象台と、はい、それはどのくらいの頻度というか。そうですね、その講演活動は本当に年に数回ですね。なかなかまばらで、今ちょうど閑散期ではあるんですけれども、うん、夏になるとすごい増えて、また夏だと 2,3 回一気にやることになったりするかなと思ってます。他にどのような活動をされていますか。そうですね、他には子どもたちに授業することもあって、先ほどの一般向けの授業は結構 6,70 代だったりとか、聴衆が結構上の方々が多いんですね。まあ、講演している僕が一番若いっていう状況が多くて、でも子供もすごい好きなので、小学生とか、まあ、主に小学生ですね、向けに、まあ、気象のことを実験とかで伝える授業とかをしてます、はい、なるほど。ということで今日と実は気象実験の道具を持ってきていただいたということで、少し実験をしていただきましょう。はい、実験というほどのものでもないんですけれども、ちょっとした普段使っているコンテンツの一つを持ってきました。
何が始まるんですか？これ何ですかね。これはマシュマロですね。マシュマロですね。ただのマシュマロでございます。食べれそうですよ。何の、全然食べれます。ベタベタ触っちゃったのでちょっと食べない方がいいと思うんですけれども、はい、それをこの、まあ、種も仕掛けもない容器に入れるわけですね。はい、で普通に蓋をしまして、はい、まあ、この容器、これ本当は何に使うかっていうと漬物の容器でして、うん、もしかしたら持ってる方がいるかもしれない。いらっしゃるかもしれないですね。これ、まあ、漬物の容器だと普通透明じゃないんですけど、まあ、特別に透明なものなんですけれど、これでこうやっていくと中の空気が抜けるようになってるんですね。つまりだんだん真空になってくる、うんうん、じゃあそうすると中のマシュマロはどうなるかなっていうのを小学生にまず見せてるんですね。ちなみにマシュマロどうなると思いますか？どうなるんですかね。どうなると思います？しぼむとかですかね。しぼむ。お、それか膨らむ。膨らむ。硬くなる。硬くなる。お。じゃあ実際にやらせていただきましょう。どうしようかな。じゃあぜひ、はい、こっちやってみようかな。じゃあここでやってみますね。見えますか？ちょっと白くなっちゃって、あ、じゃあちょっとひたすらここでシュパシュパしますね。ちょっと待っててください。今ひたすら中の空気を抜いてます。今20回ぐらいやったんですけど、これぐらいやると中の空気の薄さが富士山ぐらいになるんですね。富士山の山頂ぐらいに。あ、なんか大きさが変わってきましたよ。これ見えますか？見えますかね。今これでエベレストぐらいです。エベレストぐらいですか？すごい大きくなってますね。これ相当力がいて、今非常に汗かいてます。はい、こんなもんでどうですかね。少し見えますか？めちゃくちゃ大きくなりました。はい、あの予想大正解でございます。はい、やった。とても膨らみました。どれぐらい膨らんだか、ちょっと比較材料を。これが普通のマシュマロです。見えますか？ちょっと待つといいかな。はい、見えますかね。倍ぐらいになってますね。これぐらいの差ですね。体積的にはおよそ 5,6 倍になってます。すごい。はい、これぐらいになってます。じゃあ、まあ、子供たちってやっぱでかいマシュマロの方が食べたいじゃないですか。じゃあこれをどうやったら取り出せるかなってことで、いつも子供たちに渡しているのを、じゃあぜひお隣に、はい、開けていただければと思うんですけども、ちょっとチャレンジしていただいていいですか？じゃあ大きいマシュマロ食べたいんで頑張ります。はい、ぜひぜひ。これ無理ですね、絶対。厳しいですかね。ちょっと、やっぱ男の方の方ができるかもしれない。開かないですね。本当に詰め壊さないように気をつけてください。やっぱり開かない。あれ、はい。ってことで、もうこれ空気の力に僕たちは負けてるってことで、はい。まあ実はこの手のひらの上に空気って大体お相撲さん一体分、お一人分。だいたい200キロぐらいの力がかかってるんですけど、まあ、空気の力って恐ろしいもので全然開けることができないと。じゃあ、まあこれ開けるにはどうすればいいかっていうと、まあ、中にボタンがありまして、これを押してるとだんだん空気が入るんですね。大きさが、ちょっと待ってくださいね。しばらくすると縮んでいきます。本当だ。あ、すごい縮んできた。おー、はい、じゃあぜひ開けてみてください。あ、普通に開いた。普通に開いちゃいました。別に力強いわけじゃないですよ、私。ってことで、はい、無事マシュマロ出てきたんですけど、まあ、実はシワシワになってませんか？本当だ、はい。まあ、これ食べると分かるんですけど、すごい前よ元より美味しくなくなっちゃってる残念なマシュマロになってます、はい、って感じで、いつもこれを子供たちに食べさせて、あれ元のマシュマロよりまずいじゃんっていうオチで終わらせてるんですけれども、うん、まあ、こんな感じで体験型の実験をやってます、いつも。はい、でも今私たちでも楽しめたので、多分子供たちはもうとても楽しい予想できますね。良、まあ、かったです。はい、では実験もうまくいったということで、はい、次の質問に行きたいと思います、はい、と今活動について説明してもらったわけですけれども、はい、どうしてそういう活動をしようと思ったのかっていうのが聞きたいな。なるほど、今のまあ実験の話は子供向けってさっき申しましたけれども、うん、まあよまあ、純粋に僕子供がすごい好きで、うん、多分精神年齢が低いのかもしれないんですけれども。そうなんですか？いや、分からないです。はい、まあ、純粋に本当に子供が大好きでっていうのもありますし、あと理科離れをとにかく防ぎたいなっていうのがあって、うん、
まあ、先ほど僕経済学部って言っといて何なんですけど、本当に理科は大好きで、まあ、いかに理科を楽しく子どもたちに伝えるかっていうのは、まあ、日々経験してどんどんレベルアップしていけたらなとは思ってます。そうですね。あとは普段の講演活動は、まあ、気象災害って今よくありますよね。はい、まあ、この間の伊豆大島の話とか、台風で100人以上の方亡くなったりとか、まあ、そういう話もありますし、本来頑張れば防ぐことができたはずの死を防ぐことができなかったっていうのは非常に悔しいところではあるはずなんですよね。まあ、そこをいかにして抑えることができるか、まあ、そういう防災を減らすこと減災っていうんですけれども、その減災活動をまあ頑張りたいなと、気象予報士としても防災士としてもそこを頑張っていきたいなと思っています。はい、ぜひ本当に頑張ってほしいですね。 ありがとうございます。と気象予報士と防災士、今資格を取られているわけですけれども、はい、その目指したきっかけというのはさっきの体育祭の話、はい、そうですね、まあ、ただし気象予報士の話は小学校の文集には一応書いてて、うん、小学校の文集に将来の夢気象予報士とは書いてあったんですね。あんまり書いた記憶も正直ないんですけど見返したらあって、なんか5年で達成したという何とも言えない。いやでもすごいですね、はい、よく文集とかでよく本田選手とか、はい、イチロー選手とか将来なりたい夢って書いてあるのも同じように小学校の文集に載ったり、それとはちょっとスケールが全然違いますけれども、はい、まあ、むしろ将来の夢達成しまうとしてしまうとその後の虚無感が半端ないんですけれども、はい、でも今もう5年で達成されたということで、はい、では次に参りたいと思います。はい、所属されている団体が一般社団法人日本気候予報、すいません、一般社団法人日本気象予報士会と、はい、気象予報士学生会で、はい、それぞれ常務理事と代表されているということですけれども、はい、それぞれどのような活動をされていますか。はい、すごい噛みやすいものなんですけど、これ本当に難しいですよね。す僕も言えないんですけれども、はい、先ほど最初に言っていただいた方ですね、気象予報士会の常務理事っていうのは、まああまり僕個人としては活動はしてなくて、まあ、僕はまだ所詮20歳の若造なので、まあ、先輩方が中心となって会議とかを開いててそれに出席してるぐらいしか正直活動はないんですけれども、まあ、普段力を入れているのは気象予報士学生会のその代表なんですね。気象予報士学生会っていうのは先ほど申したその常務理事をやっている日本気象予報士会の、まあ、組織の一組織ではあるんですけれども、まあ、そちらの代表をやって2年目になるんですけれども勤めていまして、そうですね、普段何やってるかってことですよね。そうですね、そうですね、実は気象予報士を目指している学生ってだんだん分かってきたんですけど地味にいるんですね。で僕ももちろん学生時代に目指した身ですし、でも目指している仲間って全然見つけることができないんですよ普段。で僕もずっと孤独で勉強して、まあただし孤独だと本当に挫折しかける部分はありまして、気象予報士の実際の問題点は途中まで勉強して諦めるっていう人がすごい多いんですね。でもやっぱ目指してる仲間がいれば少しは頑張れるんじゃないかっていうのが、うん、そうですね、はい、考えで、まあ、実際目指してる人からもそういう場は欲しいってことで、実際に目指してる人たちが集まる場、交流できる場っていうのをセッティングしたりとか、うん、あと先ほど申しましたその実験の授業なども学生会としてやっていたりとか、まあそうですね、気象好きが集まってる団体で、うん、まあ、みんながやりたいことを好きにできるようにっていう、あくまでこちらとして何か提供するというよりもみんなで出し合ってやりたいことをやっていってるような団体ですね。こう情報の共有の場だったりする。そうですね、はい、機会を提供したりとか、うん、それをみんなでメールで流したりとかしています。今現在どのくらいの人数がいるんですか。だいたい今もうすぐ100人ぐらいになるんですけれども、まあ、そもそも気象予報士目指してる学生って、まあ、正直多くはなくて。そうですよね、はい、私聞いたことないですそうですか、そっか、まあいないことは実際なくて、各大学に多分絶対にいることはいるんですよね。あ、そうなんですね、はい、本当に意外なところからも理系じゃない学部からも結構見つかったりはするんですけれども、まだ集めきれてないのは現状で、今後のそれは課題ですね。はい、分かりました。それありがとうございました、はい、それでは一旦 CM に参りたいと思います、はい、どうぞ。
後半は私生活について伺っていきたいと思います、はい、まず大学では何を勉強しているのか教えてもらってもよろしいですか。はい、僕一応経済学部なので、先ほど気象予報士とは言ったんですけど、別に理系の勉強しているわけではなくて、普段は経済学部で経済の勉強をしています。はい、ゼミにやっと3年から入ったんですけれども、ゼミは環境経済のゼミでして、そうですね、環境経済学っていう、まあ、環境と経済を絡めた分野なんですけれども、その勉強をこれからしていこうという段階ですね。はい、環境とゼミ、経済って一般的にその関係がないように思われるんですけど、あ、なるほど、どのように関わっているんですか。そうですね、まあ、環境問題っていわゆる、まあ、PM2.5 もそうですし、まあ、それらが与える経済の影響ってもちろんでかいんですよね。はい、環境ってなんだかんだで多分全てにおいて経済と絡んでいる部分はありまして、環境だけじゃなくて気象学もすごい絡んでいるんですけれども、例えばビールの売り上げが、まあ、気温が、大体1度下がるとビールの売り上げって 5% ぐらい確か下がるっていう話があるんですけれども、それぐらい密接に関連してて、やっぱり経済ってどの分野とも切っても切れない関係にはあるのかなとは思いますね。それではその進路を選んだ理由はちょっと聞きたいんですけど、はい、はい、そうですね、もう僕先ほど気象予報士とは言いましたけれども、気象予報士っていうとなんか環境問題とか防災についてとか、その辺も全部広い分野も詳しいと思われてしまうことが多くて、実際そんな知らないんですよ。気象予報士に受かるためには別にそんなこと必要なくて、でそう思われてしまってる現状やばいなと思ったのが、まあ、最初のきっかけで、まあ、じゃあしっかり環境の勉強しないとなっていうことで、まあ、環境経済のゼミに入ったっていうのはあります。はい、ちなみにそのゼミって人数どのくらい、はい、人数は1学年16人で、はい、まあ、2つのパートに分かれてるんですけれども、だいたい7割ぐらいはグループワークをするゼミに行くんですけど、ちょっとそこ忙しすぎるので僕ちょっと逃げて、はい、3割のちょっと個人的にひたすら研究する感じのゼミにのパートに入りまして、まあ、将来的には自分の、まあ、専門ではないですけど、まあ、気象と経済をうまく絡めて研究していきたいなと思ってます。はい、勉強の面だけではなく、アルバイトについても聞きたいんですけれども、はい、アルバイトをどのようなアルバイトしているか教えてもらっても、はい、春になってから結構時間があったのでアルバイト増やしてしまって、今6つやってるんですけれども、はい、1つ目がまず塾で問題のテキストのチェックとかをしてるアルバイトと、あと、まあ、その塾なんですけれどもパンフレットを配る、朝学校の前で配ったりするアルバイトですね。それとあと家庭教師をやってるのと、あとコンサートの準備と片付けのアルバイトと、あと何やってたっけなあとそうだ、ホテルの夜勤の受付、ホテルマンみたいなやつをやってるのと、あとあんまり詳しくは言えないんですけど、まあ、撮影のバイトをやってて、まあ、合計6つですね。すごいですね、6つもある中でやっぱりいろいろある中で、はい、やっぱりその中でその、はい、その一番やりがいがあるものっていうのは、一番やりがいがあるもの何ですか。そうですね、まあ、今すごい一番力を入れてる、まあ、特に熱いのは家庭教師なんですけれども、まあ、なんでかっていうと家庭教師、まあ、始めてまだそんなに時間は経ってないんですけれども、その教えてる子がこれまでずっと不登校になっちゃってた子で、まあ、なかなか勉強にも手がつかなくて学校にも行けなくてってことですごい大変な思いをされてた子で、まあ、でも今年からは絶対に学校に行けるようになって、遅れもちょうど1学期間そのまま丸ごと不登校だったのもあって、その部分を取り戻したいってことで、まあ、僕にお願いが来ましてやっているんですけれども、だんだんと成果が現れてきて、まず学校に今のところ無欠席で行けてるのと、あと勉強も宿題一緒に少しずつ楽しくやれるようになったので、なかなか勉強を一つ一つ正解していく達成感を得ながらやっていけてるっていうのがすごいいいなと思って、うんうん、その成長を見守るのがすごい楽しいですね。はい、すごい感動した話の後で申し訳ないですけど、はい、1週間のタイムスケジュールも教えてもらってもいいですか。タイムスケジュール、はい、バイトですね、はい、やはりバイト、はい、バイトと、まあ、学校ももちろん行くときは行きますけれども、うん、まあ、バイトと学校とが本当に主になっちゃってて、ただし今実は僕ドロンコバレーっていうちょっとうんって感じの大会の委員長を務めてまして、まあ、その打ち合わせとかが最近はいろいろあって、明日もちょっと現地に下見に行くんですけれども、はい、そのようなことをやってます。はい、そんなに忙しいと遊ぶ時間とかってあんまりないんじゃないですか。いや、正直そんな別にバイト6つとは言ったんですけども、週3とかで全部入ってるわけではなくて、結構遊ぶ時間正直あって、全然忙しくはない人間なんですけれども、
普段何して遊ぶんですか？はい、そうですね、ひたすらご飯食べてますね。ご飯、はい、私も大好きです。お食べること大好きです。ぜひぜひ。はい、ちなみにその中でおすすめのお店とかってありますか？おすすめのお店ですか？そうですね、まあ、正直いくらでもあるんですけれども、まあ、しいて言うならば、まあ、最近行ったお店なんですけれども、渋谷に結構駅の近くにトリトンキッチンっていう鶏肉の専門店がありまして、そこに出てるつくねが本当に絶品で、うん、まあ、あと鶏の刺身もすごい美味しいんですけれども、まあ、もうトリトンキッチン安くて非常に美味しい飲み屋さんなんで、ぜひおすすめでございます。はい、すごいお腹減ってきました。趣味は他に何かありますか？趣味ですか、はい、趣味、そうですね、まあ、先ほど食べることって言ったんですけど、まあ、それはもう大好きなんですけれども、まあ、やっぱ食べるためには近くこの辺だけじゃなくてどっか行きたいっていうのもあって、結構旅行にしょっちゅう行ってます。ドライブとかサイクリングとか電車旅とかで、はい、ちなみにその旅行ってどこに行くんですか？そうですね、日本国内に、高校生の時とかは最初一人旅を中学1年生で始めて、それからハマっちゃったんですね。なんかその頃からハマっちゃったんですけれども、1年ほど前に47都道府県全部回りきって、でやっと日本全部制覇したので、じゃあ海外行こうってことで、今は結構海外に行ってて、今月曜日まで台湾に行ってました。はい、47都道府県すごいですね。どのくらいで回りきったんですか？そうです、期間ほん、そうですね、結構同じ場所に行っちゃってたのもあって、沖縄だけ撮ってたんですよ。なんか飛行機怖くて昔飛行機怖い、落ちるんじゃないかって。そうなんです。まあ、とか言って去年25回ぐらい乗ってるんですけど結構乗ってます、ね、結構乗っちゃったんですけど、そう、怖かった時代があって、沖縄にまだ行ってなかったことがあって、47回れてなかったんですけれども、そうですね、大体7年ぐらいですね、でやっと一通り回ったかなって感じです。はい、でもそれだけいろいろなとこ行ってると思うんですけれども、はい、その中で印象に残ったなっていうところ、印象に残っ、もう一番印象に残ってるのは新潟県に、すごい北陸のちょっと下の方なんですけれども、新潟の下の方ですね、近江川っていう駅があって、そこの駅がだいたい2時間に1本ぐらい電車が来る駅なんですけれど、駅降りた瞬間目の前も全部日本海、真っ青な海 でそんなに人気もなくて、もうなんかすぐ海に行けちゃうようなホームで、もうそこで前は黄昏れてましたね、一人で。はい、一人旅とかの時って自転車とかも利用したりは？そう、一人旅で自転車はなかなか正直やる勇気はなくて、はい、まあ、自転車を使っては結構何人かで、昔やったのは九州から浜松まで漕いだことがあって、途中一人で名古屋から浜松まで漕いだんですけど、それでもう終わっちゃったんですけれども、そうですね、普段一人だと電車旅が多いですね。はい、そう、先ほど食べるっていうことが話題に出たんですけれども、はい、普段食べに行くときは、そのあらかじめ食べる店をリサーチしていくのか、はい、それと もう行き当たりばったりでお店に入るのか、どっちなのかすごい気になったんです。そうですね、割と両極端ですね。まあ、友達と行くときってやっぱみんなでしっかり回りたいから、ある程度リサーチしていくことも多いんですけれども、一人で行くときは本当にどっちもの時もあって、完璧にリサーチしていかに効率よくひたすら食べるかっていう旅もあれば、行きたいところに本当に純粋に行って、まあ行ってみたい店見つけたら入るっていうスタンスの時もあったり、結構分けてますね。はい、たまたま入ったお店でとても美味しかったなっていう料理ってありますか？正直ないですね。どうしようむしろ入って厨房見たらありえないほど衛生的じゃない環境にびっくりしちゃったことはあります。はい、なるほど。やっぱりあらかじめリサーチしていく良さと、その普段行き当たりで行く良さのやっぱ2つの良さがある。そうですね、なんかやっぱ行き当たりばったりはいろいろネタが正直話のネタにはなります ね、 その衛生的じゃない店とかの話もありますし、まあ、でもやっぱ安心感は調べていった時の方が違います ね、 そうですね、それは間違いないです、ね。はい、ありがとうございました。はい、最後にこれから今後の展望をお聞きしてもよろしいでしょうか？はい、今後の展望、そうですね、今後まだ僕大学3年の、まあ、でももう2年で就職っていうのもあって、まあ、先ほど気象予報士の話させていただいたんですけど、それを別に仕事にしたいわけでは決してなくて、コンサルティングの仕事にずっとつきたいっていうのはあって、できれば環境のコンサルティング、先ほど環境と経済は絡んでるって話あったと思うんですけれども、まあ、実際本当にそうなので、環境面のコンサルティングを、民間企業のコンサルティングを行いたいなっていうのが一番の夢ですね。はい、続いて受験生メッセージをお願いします。受験生メッセージ、はい、そうですね、じゃあ
今高3の生、じゃあ一言言わせていただきますと、僕は高3の夏からでもなんとか間に合った身なので、きっと本気でやればなんとかなると思います。ぜひ頑張ってください。それとあんまりお勧めしないのは、やたらと大学を受けることっていうのがあって、やっぱ行きたいとこじゃないと最終的に入ってから崩れちゃうんじゃないかなっていうのがあって、実際に大学入ってみれば分かるんですけれども、結構みんなポロポロ落ちていくんですね。留年したり、本当に大学からいなくなっちゃったり、それってそこの大学が別に第一志望ではなくて、なんか最終的に入っちゃったみたいな人が結構多くて、別に第一志望じゃなくても行きたい学校だったら、まあ入れればいいじゃないですか。だから純粋に行きたい学校を見つけて、なんかいろんな学校を見て、それで本当に行きたい学校を受ければいいんじゃないかなと思います、はい、どうもありがとうございました、はい、本日のゲストは慶応義塾大学の田中千翔さんでした。ということで以上、大学 .tv ユーストリームチャンネル、そろそろお別れの時間が近づいてきました、はい、次回の放送予定日は5月23日金曜日の21時からとなっております、はい、皆さん楽しみにしていてくださいね。それではまた次回の放送でお会いしましょう。さようなら。